皆さんこんにちはアカデミー公認講師の株式会社ワイズエフェクトヨゴマリアです今回は3月11日共感型リーダーシップで登壇させていただきます社員や部下のやる気を引き出し巻き込んで生かすそんな組織があったら皆さん心強くありませんか 今回経営者の皆様にお聞きいただきますが実際はそのノウハウやまたは今の時代の変化などを知っていただいてご自身のナンバー2やまたは部下のマネージメントに生かしていただければと思っています。講義の内容といたしましてはまず時代の変化によってどのようにリーダーシップリーダー像というものが変わってきているのか。 そして実際にそのために必要なスキルはどんなことなのだろうか具体的には聞く力そして発信する力また自分自身をコントロールするセルフマネジメントの力そのようなことをお伝えさせていただきます実際すでに企業の中でいろいろマネジメントに取り組んでいらっしゃる経営者さんは多いことと思います 時代的な変化でなかなか今の若い方との世代ギャップがあるとか昔ながらの自分たちが受けてた頃のマネージメントが通じないそのような言葉は耳にしますが実際人間が持っている心理というのはそこまで何十年の間に変わったりはいたしませんそのような心理学的な背面もお伝えしながら実際にどのように 声掛けをしたり聞くような体制を整えたりしていくことで組織が活性化していくかそのようなことを事例をもとにお話をしていきたいと思っています当日は皆様のご積極的なご参加をお待ちしておりますご質問など大歓迎ですぜひ多くの方にお聞きいただけたら嬉しい限りですよろしくお願いいたします